兵器だけじゃなくてよ、兵士も残ってるかもな。そいつらもうルシンになってるよな。人間じゃないんだよな。国運の敵パルスのルシ、始末しねえとな。 次はあれか。
through that.何がヒーローだ。ここに来るよ。どうします。言いたいこと言いなよ。でも言ったって母さんは、逃げたっていいけど。結構いけるでしょ。そんなに急がなくても。
丈夫だ。なんでこんなところに。早く逃げろ。わかった。歩けねえなら隠れて待ってろ。セラーを助けたら一緒に逃げよう。うちに返してやるからな。この…待って。セラーって俺の嫁さん。未来のだけどな。ファルスのルシだ。ファルシに捕まってこの遺跡にいる。助けてくるから待っててくれ。なんだよそれ。ルシを助けるってなんだよ。あいつら敵だろ。敵は助けるのになんで、なんでおかしいよ。そうだな。ごめんなバカでさ。じゃあな。あいつが戻るまで待って、助けてもらう。誰があいつなんかに巻き込まれてばっかりだ。一昨日ファルシが見つかった時ボーダムに行っただけなのに、軍隊に捕まってマジされて、あいつのせいで母さんか。あ、みんな守るんだっけな。何がセラだよ。よっ。一緒に行こう。直接文句言いなよ。言うこと言わないとずっと苦しいから。よし。あんた一体何しに来たんだ。戦いに来たんじゃねえのか。妹だ。妹？ルシにされた。ファルスのルシか。ファルシに囚われているらしい。助け出す。無事なのか。あ、妹さんの使命は。その子がルシにされた時ファルシに何を命令された。やっぱり国運を壊すとかそういうもんか。聞けなかった。いいか姉ちゃん、ファルシは人に呪いをかけてルシに変える。ルシは使命を与えられる。その使命を果たせないとルシはああいう化け物になる。もし妹さんがああなってたら、いやまだでも、そう、ルシになった人間を助ける方法はね。たとえ使命を果たしても普通の暮らしはもうできない。永久にファルシの奴隷だ。楽にしてやんな。はっきり言え。ルシも、ルシになりそうな奴も一人残らず殺せってな。あんたのようなやつがパージを始めたんだろうな。これが死骸ってやつかよ。
Shit.
の攻撃が始まる前に。なんだ？パルスの烙印だ。ルシなんだよ、その子は。そう言ったはずだ。パルスのルシは黒雲の敵だ。ルシは処刑か。使命を果たせなかったら、あんな化け物だしよ。殺すのが情けか。お姉ちゃん。セラセラ、ヒーロー参上。一緒に帰ろうな。離せ。私が連れて帰る。姉さん。誰が姉さんだ。お前はセラを守れなかった。お前のせいで。守れるよセラ。守れるよ。だから守って。悟空も守って。使命が、それがお前の使命なのか。分かった。任せろ。守るよ。俺が守る。セラも悟空もみんな守る。そうだ、私が何とかする。安心したろ。ごめんね。セラ！使命を果たしたルシはクリスタルになって永遠を手に入れる。伝説の通りか。よく頑張ったな。頑張っただと？ふざけるな！セラは、セラは生きてる。伝説だ。ルシの伝説だよ。使命を果たしたルシはクリスタルになって永遠を手に入れる。セラもそうなんだ。永遠ってことは死ぬわけねえだろ。セラは未来の嫁さんだ。ずっと一緒って約束した。俺何年でも待って未来の。何が未来だ。現実見ないで逃げてるだけだ。ねえセラ、ルシになったら何もかも失うの？何？軍隊か？まもなく女性船に到達する。地上班、こちらの状況は？問題ない。抵抗はほぼ弾薬化だ。帝国通りに猛攻撃だ。かけらも残す。パルスの異物は殲滅だ。
兄ちゃん、何する気だ。ファルシに会ってくる。セラを助けてもらうんだ。え？ファルシにお願いするってか。そんなに甘いわけあるか。向こうは人間を道具としか思っちゃいねえんだ。俺は未来を待つだけじゃない。姉さん、これがファルシ。セラはクリスタルになった。あんたが命令した使命を果たしたんだ。だからもういいだろう。セラを元に戻してくれ。頼む、助けてくれ。代わりに俺がルシーになってもいい。バカ野郎が、ファルシが人の願いなんか聞くか。姉さん、こいつのせいでパージが起きて人間同士殺し合いだ。セラはコクーンを守れと言った。こいつを倒せってことだ。Oh,
なあ、人がファルシに勝てると思うか。セラは私に言い残した。どっち。付き合うぜ。素人が邪魔じゃなければな。こいつの始末は俺の務めだ。悪いな。Yeah.
未来が見えなくて怖いから、未来が見えてしまって悲しいから、目を閉じて優しい思い出に浸ってしまう。場所で待ってるってさ。お悪いね、お客さん。で、探してるのってどんな子？願い事は？明日、お姉ちゃんに全部言えますようにって。怒るよね、ずっと隠してたから。セラの分まで俺が叱られるよな。あ、もっとでかい願いにしろよ。願いを叶える伝説の花火なんだぞ。伝説か。使命を果たしたルシはクリスタルになって永遠を手に入れる。その使命がわからねえのにどうしろってんだろうな。突き止めて何とかしよう。セラを化け物なんかにさせねえよ。使命を果たしてもクリスタルだよ。昨日プレゼント買った時、ついでにな。こういうの詳しくないから、気に入るといいけど。何があっても俺がついてる、永遠についてる。だからその俺と結婚してください。はい。よっしゃ、やったの通りだ。願いが叶った。え、さっき花火に願ったんだよ。 OK もらえますようにって。じゃあ私の願いも叶うかな。ん、お姉ちゃんに話せるよね、ルシになったこと。おい、婚約発表の方が大事だろ。ライトニング、どんな顔するだろうな。
俺からは姉さんだ。ありがとう。なんだよ、これ。ビル事故だよな。あそこから落ちてきて、湖ごと結晶だと？何がどうなってんだ、ファルシの力か。俺たちは一体どうやってここに。私が知るか。生きてる。どうして。セラだ。あんなに上から落ちたのに助かるなんて奇跡だろ。セラが助けてくれたんだ。ふざけるな。いいか、セラはお前のせいで。姉さん。なんだよ今の。魔法だよ。ルシの力だ。ファルシに呪われたんだ。ルシにされたんだよ。本当にルシーなんだな。らしいな。お前は。うん。
ほら。おお。全員ルシか。なんで僕が。僕は関係ないのに。あんたらがファルシなんかに手を出すから。僕を巻き込むなよ。あんたのせいで僕の。僕の。あんたもセラも迷惑なんだよ。おい。悪い。大丈夫だからね。ほら立って行こう。ルシか。おう、みんな仲良く国運の会議ってわけだ。二人、さすが軍人さんだ。落ち着いてらっしゃる。使命が分からなければ果たしようもない。もう見たと思う。見た？ルシの使命っつうのは、ああしろこうしろって言葉ではっきり説明されるわけじゃねえんだ。ぼんやり見えるだけなんだとよ。まあ伝説だかな。伝説だ。何か覚えてるか。はっきりしないんですけど、大きな、すごく大きな。まさかお前らも見たのか。ラグナロク。全員同じものを見て、同じ声を聞いた。あれが使命。でもあんなのだけじゃ何すればいいのか。そういうものなんだって。ファルシが見せるのはああいうものだけで、実際に何をやるかはルシが見つける。俺たちパルスのルシは国運の敵だとなれば、使命は国運を守るんだ。この世界を守るのが俺たちの使命だ。うんうん。どうしてかな。セラが言ったろ。一緒にやろう。力を合わせて戦うんだ。セラを探すぞ。きっとこの近くだ。私も探すよ。待って。たく、落ち着きのねえ野郎だ。
むのは後だ。前に進むしかねえさ。様子を見てくれ。みんなを頼むな。勝ったぞみんな。やっつけるんだよラグナロクを。俺らがルシになったのはあれを倒して国運を守るためだ。だからなんでそうなるんだよ。セラだ。国運を守れって言ってセラはクリスタルになった。クリスタルになったってことは使命を果たしたんだ。国運を守るのが使命ってこと。セラも俺たちも同じファルシにルシにされた。じゃあ使命も一緒に決まってる。俺たちは世界を守るルシでラグナロクと戦うんだ。筋が通るだろう。通ってねえよ。グダグダじゃねえか。パルスのファルシは国運の敵で俺たちルシはその手先だ。多分使命は守るの逆さ。じゃあセラも敵だったのか。俺は認めねえぞ。この力で国運を守ろう。一緒に戦って使命を果たす。何が使命だ。ファルシがセラを奪ったのにその命令に従うのか。お前はファルシの道具か。動くな。両手を頭の後ろで組め。マージの生き残りだな。さあな。貴様。素人が。Yeah!
サイコムだろ。エリート部隊じゃないのか。サイコムはパルスとの戦いが専門だからな。戦争なんて何百年もねえだろ。経験ゼロの連中が高い武器ぶん回してるだけさ。特務機関の人間より普通の軍人さんの方が地味な任務で鍛えてらっしゃる。俺たちルシの敵じゃねえわけ。図に乗るな。下っ端は脳なしでもサイコムの精鋭は化け物だ。そいつらが出てくれば終わりだ。だったら逃げようよね。おい、うん、父ちゃんどうしたもんやらだ。Thank you.
な。Thank you.